はあ、意外と楽しいわ毎日。ちょっと待って、ちょっと君、ええねんけど、肩踏むなよお前よ。物に思い入れ持てよ、もっとよ。意外と人生楽しんでるのかもしれへんな、窓付きな。この窓付き、起き上がる瞬間完全にスカートの中見えるけど真っ黒やな。夢がないな。夢日記やのに。これあれなんかな、これ付け消ししまくったら低確率でじゃん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 ってなったりするのかな。ドゥンドゥンタンタドゥンドゥンタってなれよ。じゃあ結局なんかすごい途中になった気がするから、というかさ、あれ先進めるよねきっと。なんか道塞がれてた気がするけど、あの道塞いでたやつなんなんやろな。10円いる。やんわり首を振られた。いやいらんいらんいらん。史跡版はいらんいらんいらん。いらんよな、俺もいらんわ。確かに釣りしてたらいきなり知らん子に10円渡されたら俺も断るわ。よいしょーい、ここまで来ましたよと。君は、あ、史跡版。10円、くそ。っていうか今思ったけど、お前エフェクトくれるやつちゃうんか。あれ？太るくれるやつじゃないのこいつ。なんか、何も持ってねえ子供は帰りな、みたいなアクション取られるけど。なんか、アイテムくれるやつやよな、本来。もうええわ。ここは多分もう何もないから。ここ行って、で、ここも出て、次行こう。おおお、こんにちは、隣いいですか？いやー、気持ち悪いっすねー。ええ音ね、しますね。見た目黒いのに。すいませんね、いきなり気持ち悪いとか話しかけちゃって。ここは？なあ、ここ。なんかある。ここなんやろ、タコ。そう、あ、これはなんもないか。え、タコあるだけ。ここって森？なんかこんな BGM やった気がするな、森。ということは下に行ったら交通事故で死んでるやつおるってこと？とはまた違うとこか。あ、カエルとかおったとこか、森って。あ、あ、いや違うわ。あ、ここか。木とか生えてたっけ。なんかこれあったな、こんな世界。おーおー、うっすうっす。わからん。なになになに、なんか、え音楽は、ちょっと待って、音楽的なものを求められてるわ。あれか、笛か。笛ってどこや。というかエフェクト全然取れてないな。しゃあない、また来よう。君らは無音なんやな、疲れてるな。社畜なんやろな。あ、帰ってきた。ほな違う世界行くか。この扉からできることは今限界なんちゃうかな。じゃあ一個その隣に行こう。ここにしよう。ここは、ここ何？な、ここ。スーパーか。
よーし。エレベトル。あー、でもなんか、どうなんやろうな。この先にも道あったっぽいけど、まあいいか、行っちゃうか、とりあえず。行きまーす。私、夢の中でエレベーターに乗ったら、おおよそそのエレベーター落ちんねんけど。ワイだけ？屋上。バルブ。もういよいよアクションゲームの要素を呈してきたな。どっかのバルブひねったりすんねやろな。バルブやろ。バルブやろと思ったけど、普通のドアやわ。バルブではないわな。10円こんなん絶対開けへんやん。じゃあもう、タコ、くそ、ろくなもん持ってへん、あたし。ちくしょう。まあ、あかん、全然あかん、ポンコツ。ハンマーとか欲しい。閉まっている扉はこれで大体開くみたいな。はあ、おお、トクト君やん。トクト君ってあんな逃げたと捕まえろみたいなキャラやったっけ。せやったっけ。これは、ああ、いや別に、いや別に困ってないので戻していただいていいですか。まあ、ああ、逃げていく。これなんや、これをこうすると、ああ、も、戻される。お前もおとなしく戻されるのやめろ。抵抗しろ、抵抗。え、なんか今んとこ全然スイッチをひねる理由がないねんけど。これもこうか。あれ、どこ行った？こっち？めっちゃ逃げるやん。こぼしまくるやん、トクト君。うわぁ。人生で生まれてはこんなにトクト君のことを追いかけ続けたことないわ。誰かいる。あ、お客さんやった。全然ここのスイッチひねる理由ないやん。ん？同じとこか。同じとこやから、これをこうひねっておくことにより、トクト君の逃げ道を塞ぐってこと。あかんわ、両サイドのやつしか。そうっぽいな。でもこれ事前にひねておくことにより、トクト君を逃げさせなくさせるっていう、逃げられなくさせるという、そういう戦いみたいやな。じゃあ、あいつ何に怯えてんねん。こうや。これで、ちょっと待って、一応確認しよう。こうしたことにより、ん？ちょっと待って。あれなんなん？じゃあ、あの上のひねるやつなんなんや。全然関係なかったわ。これがこうなったわけやな。で、こっち側はこうなってるから、これを上側からこう移動して、はっ。ちょっとこいつこっちに逃げるから、こうやって追うけれども、頭よ！嘘！こいつ天才かよ。これは両方ひねることによって、あ、下に逃げたぞ。これをこっちにこう逃げるから、
これは？うん、これをこうして、これは下げっぱなしでいいな。これで上に上がれなくなった。おるー、待てや、これも上に上がることはできない。おら、逃げ道はもうないぞ、諦めろ。ほんまに倉庫の鍵。いや、おう、元気出せや。おい、しっかりしろ。おい、確かに俺はお前の倉庫の鍵を奪いに来たけれども、そんな殺すつもりまでは。てか中身言うほどこぼれてへんやん。ここは倉庫の鍵って先のとこで使うんかな。上がっていってみよう。最上階やねんけど、こんなとこに倉庫あるか。ん、あ、やっぱ違うわ。ということは倉庫の鍵はここではないぞ。下にどっかにあるんやろな、倉庫の鍵が使えるとこ。さすがにこのマップやと思うねんけど。よし、少し探してみよう。元気出せって。さて、ここが1階やな。ほんでから、こことか違うな。なんか扉がありそうなところを重点的に。反対側とかなんかありそうじゃない。ふうわうわ、ここや。やばいもんありそう。トクト君がひた隠す大量の液体系エロ本が。はい、何？え？なんか今乳つかまれたよ。乳つかまれたショックで死んだ。ここ。これが消えるたびにちょっと動くからってこと？よし。よいしょ。上に移動してしまえば、けえへんやろ。あ、なんか来そうやな。めっちゃ来そうやな。一回ここで立ち止まるわ。来てんのかな、上。カス。カスやわ。どうしたんすか？マネキンさん、どうしたんすか？どうしたんすか？私、ここですけど。ええわ、もう、放置しよう。いるな。よし、この隙に走り抜けてしまえば。ここはやばいな。ギリギリんとこ。ここ、よし、走り抜ける。これはもう電気が消えても走る。よし。なんでマネキンに父をつかまれて一からやねん。あ、いいのか。うわー、やばい。これは多分この位置にいれば、この距離は移動できへんと思う。よし、ちょっとここ単純に危ないので。うわー、よっ、ここ。よし、これ上に行ってしまいましょう。え、何？なんか今なんか出た。なんか、なんや、ガシャガシャできる、ガシャガシャできるけど、なんなんやろ。これは一回電気がついてる間に次のところに飛び移ってしまわないと。マジか、マジか、やばい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 。あー、父を。
B カップ。くそ。いいよな、お前らはな。好きなだけサイズ変更できるもんな。そ。は、あ、いや、これは、うわ、やっべ。くそ。え、今んとこどうすんねや。これちょっと、考えなあかんな。今ここまでは正解。向こうにもいるから、え、ここどうすんねや。おら、よし、ここで一回止まろう。この距離は来れへんやろ。よしよしよし、危ない危ない危ない、結構ギリギリやった。これはすごいゆっくり。これは一回こっち側に回避する必要だろうな。こっち側に読んでめっちゃかっこいいポーズで止まるやんこいつ。オッケー、行きましょう行きましょう。うん、まあ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 、なんでこんな目にやってるのかわからんけど空段ボールをものともせえへん。どうかと思うよ。顔面からいってるもんな。うわ、ここ大丈夫かな、いけるか。飾ってあるだけか。大丈夫かな、これもしかして過去に父をつかまれてしまった窓付きの残骸あたりするのかな。近づいたら助けて助けてって言ってたりするのかな。その割にはみんなかっこいいポーズ撮ってるし。あ、ベッドありますねお前ベッドと見るや否や、睡眠ビッチ。どこだろうが寝るっていう。な、な、え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 、何それ。いや当たり前やろそんなもん当たり前やろお前